私はイブが嫌い。ねえ、どうしてもダメなの？うん、ダメ。クリスマスイブだよ。分かってるよ。だからダメ。付き合って初めてのクリスマスだよ。会おう？知ってるよね。うちケーキ屋。知ってる。マユはさ、ケーキ屋にとってどれだけクリスマスが重要か分かってないでしょ。イブが一年の山なの。私にとってもイブが山なのに。25日じゃダメ？夜にさ。もういい！ナオトのバカ、忘れちゃってるんだ。クリスマスイブが私の誕生日ってこと。やっぱりイブにいいことなんてない。もう、もしもし。そんなにイブがいいの？もういいです、さようなら。じゃあさ、うちに来る？うん、マユさえよければ。行く。いいの？いい、行く、絶対行く。今日は恋人たちのクリスマスイブ、そして私の誕生日。いらっしゃいませ。クリスマスケーキご注文のお客様ですね。予約表を預かりします。なのに、なんで彼ん家でバイトしてんの？私、チョコケーキご予約ですね。あ、ごめん、まゆちゃん、チョコは奥に行ってきて。ナオトに聞けばわかるから。はい。結局さ、彼氏ができたって、私の誕生日はクリスマスケーキ一色。甘い雰囲気とは無縁なんだ。ほんとイブなんて嫌い。ナオト、チョコケーキってどこ？そこ開けて。え？どこ？でっかい冷蔵庫。勝手に開けていいから。こっち忙しいの。ムカッとした。こっちを見もしないで、顎で冷蔵庫刺すナオト。失礼じゃない？マユ、丁寧に扱って。